背の高い方とか手の長い方も増えてきているのに、的の距離、的の大きさ、場所は一緒です。それで斬新が切り下げてしまうと注意されてしまいますよね。その時のちょっとした工夫、ここに仕掛けがあります。そういう方は普通は直角、私は今直角にしてますけれども、若い頃は強い指だったのでちょっと上に、はず1個分、普通はここにかけますけれども、はず、このはず1個分上につがえるようにちょっと工夫してみてください。もしかしたらそれがいい影響を与えるかもしれません。まだそれでも切り下げてしまったり、的に当たる、切り下げても当たるっていう方はもうちょっと高くしてもいいと思います。そういう工夫、こちらを上げるの、下げたりするのではなく、こちら仕掛けの方に工夫してみてください。